明けましておめでとうございます。という間に上がっちゃったけどね、もうね、2024年の始まりですよ。さてとね、まあそういうことでね、2024年ね、大変なこといろいろあるんだけど、それも大変というよりもね、冷静に前向きに言っていただければいいのかないなって思いますけどね。よいしょ。そうね、でもやっぱりいろいろ激動な感じはするね。ライタッキマイっていうね、結構トリッキーな感じとかハプニングな感じのが出てるんで、なんで今年なんか始まったこととか、今年始まった小さな歪みとかが、後々何年か後にその あれが始まりだったんだみたいなことがいろいろ起きるっていうね、そういう年な感じだよね。まあなんかね、いろいろ起き始めてるのかもしれないけどね、初行ですもんね、そうなのよ、始まり、なんか変化の始まりですね、あと見ないで置いてきたものとか、目を背けてたものと直面しなきゃいけないっていうことの始まりでもあるんだよね、そういうのもあるけどね、まあそれから見て、じゃあちょっとなんかユニコーンさんに聞いてみる。はい、3枚引きます。お金だ。にもいますね。ねえ、かわいい。お金？お金の始まり？友達。あれ、収穫してる。なんか仕事？仕事しましょう。まあ今更言われなくてもね、皆さん多分思ってる、ね、俺たちだって仕事してるね、皆さん大体してると思うんで、明日の朝から渡すって皆さんもね、そうですよ、なんだろうね、お金、得方なのかな、仕事の仕方なのか、でも自分の中心と一致したこのお金のやり取りしていくのが結構収穫につながっていく、実りが大きくなるかならないかが、中心が共鳴してるかしてないかで変わってくるかもしれない、質が変わってくるかもしれないですよ。これと合わせるとどうなんですかね。あ、でも、なんかね、そのお金じゃないですか、これね、平たく言うとお金だけど、もっと大きな、なんか経済とか、経済状況とかそういう感じになってきたりするんで、まあ、大体決まりなんかもそれは直球勝負よりはカーブがいいみたいな感じの系なんだよね、ね、やっぱりその財政っていうものとかね、やっぱり今までほら大きな組織とかグループとか協会とかが回してたじゃないですか、じゃなくて今度知り合いとか身内とか仲間意思の通じる価値観の通じる者たちでのこの身内でうまく回しながらお金をちゃんとしっかりやっていこうって、前なんかでっかいところにお金入れてそっからのバック狙ってたけど、今度その、同じような仲間とか同じような者たちの中でこの経済回していってウィンウィンでいこうじゃないかっていう、なんかそういうちっちゃなつながり、お友達が出てますし、出てるからね、そういう形にちょっとお金の流れも変わってくるのかもね、コミュニティ、家族、友達、ですね、お金キーワードか、面白いですね、だからやっぱり財政のね、流れとかシステムも大金少なくなんか思えばあの辺りから変わってきたのかなみたいな年になるのかもしれないね。へー、じゃあお金の扱い方、喜びで扱えるように意識すればいいのかな。そんな感じ。うん、で、できればね、どっかの誰かに落とすよりは、知り合いにやっている民宿とか、知り合いがやっているレンタカーとか、なんかそういうところでちょっと末端から助け合っていこうぜみたいな。ね、好きな人にが元気になるように。ですかね、やっていけるといいね、ちょっとチャネリングもしてみます。2024年いきます。はい、こんにちは、あなたは私たちにどんなメッセージをくれますかって言ってます。まあね、もうご存知の方も多いと思うけどね、やっぱり年明け早々ね、地震もあったし飛行機の事故もあったし、ちょっと今年どうなっちゃうんだろうとかドキドキしちゃってる人もいると思うんですよ。そういう方たちにこの、この宇宙からの、このメッセージってあったりしますか。はい、世界ではたくさんいろいろなことが起きています。いろいろなことが周りで起きていても、あなたの真実を生きていくことがとても大切になる年になります。
なるほどね。誰かのね、価値観や満足じゃなくて、どんだけ自分の心を満たされていくかっていう、そういうことなのかもしれないですね。はい、そうです。その通りです。あなたの満たされた心は、周りの満たされた心から影響をがある場合もありますし、あなたが発した喜びのエネルギーが周りに循環していきます。なるほどね。あなたの真実を調和を持った形で喜びとともに表現できた時に、宇宙の循環と応援が最大限に入ります。そこに向かう中で、その調整が入る場合も多くなってきます。なぜなら、真の自分というのか、中心の自分で生きていくのに、それが必要であれば起こるでしょう。そしてそれを怖がるのではなく、あなたの変革として前向きに捉えていってください。そのようにすれば、いくつものたくさんの可能性が見えてくるでしょう。もっとたくさんの喜びを得る方法も思いつくでしょう。あなたは無限の存在なのですから、2024年もどんどん変革が起きてきます。あなたの変化もどうぞご自分で楽しんでください。愛しています。ありがとうございます。まあそんな感じでね、始まりましたね、2024年というね。そうですね、またね、あっという間にね、1年が終わるのかもしれないですけどね、でも一日一日大事にして、本当に日々の幸せを、はい、感じられたらいいなと思います。そうですね、楽しくね、で極力ね、やっぱりそのみんな、まあこれもほらそうだけどね、やっぱりみんなと一緒にね、なんか楽しく、やっていけたらいいのかなと思いますね。そうですね、そんなお金の回し方を学ぶ年なのかもしれないですね。ですね、なんか外でも出やすくなったし ね、 そうですね、旅行とかもしやすくなったんで、ちょっと会えなかった人たちにね、またちょっと会いに行ってみたりとかもね、ぼちぼちタイミング見てやっていってもいい時期、頃合いの2024かもしれないね。はい、楽しく生きていこうとね、思いになっておりますけどね。わかりました。じゃあちょっといいメッセージもいただいたところでね、我々もまたね、今更おせちでもないか、おせち、何でおせちって、お正月生活に戻りますかね。はい、だそうです。わかりました。いや、じゃあ皆さんね、はい、去年もお世話になりましたけどね、お世話になりました、今年もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。良いお年を。良いお年を。あ、まだ早いか。じゃあねー。はーい。